こんにちは。本日は、競馬ブック厩舎取材班の松永敦 TM と私、勝ち馬の厩舎取材班高橋豪、この2人でお送りします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず先週の振り返りからいきますね。先週は NHK マイルカップでした。結果は1着がダノンスコーピオン、2着が1番のマテンローオリオン、3着はなんと18番人気の川北レブリーでした。先週の予想の結果なんですけれども、まず藤田 TM は馬連1番のマテンローオリオンから行きまして、見事に馬連1番18番 24.9 倍を的中です。一方藤原 TM は16番のブルバレーから行きましたが、残念ながら惜しくも不的中でした。先週の結果は以上です。では今週のビクトリアマイルの展望に行きたいと思います。まず競馬ブックのレース単票ですけれども、実力5分ということで、では先週同様東京芝 1600m の解説に行きたいと思います。向こう正面の直線が長いのでペース配分が難しい距離ということで、そのせいか追い込みタイプが活躍する傾向にあると、この辺は参考にしていきたいと思います。ではまずは松永 TM の印を発表いたします。本命が15番のアンドバラナウト、対抗が13番のレイパパレ、黒三角が5番のソダシ、白の1番手が11番のファインルージュ、以下2番のソングライン、16番のデゼル、3番の名勝ミモザです。では印各馬の解説をお願いいたします。本命アンドバラナウトは、はい、お子馬になってからが本物だと思ってましたので、うん、以前からね狙ってましたので、はい、お母さんのねグルベイ、そうですね、まあ、両決ですけど、うん、これもね本物になったのはもうこの4歳の春からだったので、はい、お母さん同様成長曲線はゆっくりだと思っていましたし、うん、お母さんもね僕現地で当時住み厩舎現地で仕事してて、あ本当にこの時期からすごい力つけてきたんで、まあ、無事だったらね G1 戦線でもと思っていたので、だからこのね子供のねアンドバラナウトが正直秋の段階でロードステークスだったり秋華賞でね上位に来てたの で、ね、まあ、ちょっとこちらの思ってる以上にちょっとスケールは大きいのかなと思いましたね。今年入って愛知杯で阪神牝馬と、まあ、いいステップできてますし、うん、ここあたりで大仕事がねあってもいいのかなと、はい、まあ、メンバーは豪華ですけどもね。そうですね。まあ、今回調整をね直前軽めにしてるんですけども、まあ、これは前回を踏まえてのことらしく、うん、まあ、前回が結構直前にビシッとやるとちょっと硬さが出たようなので、もう厩舎ジョッキーそのあたり相談して、うん、今回ね直前はソフトにやってますけど、なるほど、まあ、その辺を考慮してないので攻め馬がね、うん、こう負荷かけないとかそういうことではない、心配ないと、はい、はい、まあ、ここ勝負かなと思っています。はい、わかりました。はい、続きまして、レイパパですね。そうですね、うん、まあ、このお母さんシェルズレイですから、そうです、能力的に中距離でも、ね、G1 取りましたけど、うん、全身規制の強い、ね、一族ですので、はい、マイルだったらね、はい、まあ、ポテンシャル 120% 発揮するかもしれないので、金子賞大阪杯2着2着、うん、当然ね力は今の牝馬あの中でトップクラスでしょうから、うん、はい、マイルで、まあ、あっさりもあるかもしれないですね。そうなんですよね、はい、で、まあ、勝ったね、ちなみに評価はどんな、いや、本当に今の松永君のね、言葉のね、裏返しで、僕の用意してたコメントも、はい、僕、黒三角なんですけど、はい、その、全身規制に関して言えば、このままのね、道中の、このガツンとくる感じからしても、全身規制があるんで、おそらくマイルに距離短縮するのはいいだろうと思いつつ、あくまでもこれ、人気を考えた推測と。一勝クラスの時までしかマイル経験ないですよね。そうですね。G1 クラスになって初めてのマイル戦ということで、人気を考えると逆に、一番強いのはこの馬だと思うんですけど、はい、黒三角までかなと。理由は一緒なんですけど、そういう風に僕は捉えて黒三角にしました。まあ、難しいところです。ね、うん、本当1万人気か2万人気か、レイパパレ1万人気かもしれないですね。かもしれないですね。まあ、そういうところですね。はい。はい、そして、ソダシです。ソダシですね。フェブラリステック3着。まあ、ダートもね、こなすことは前走で証明しましたけど、はい、不思議と、ね、うちの週刊誌でもね、うん、本誌の吉岡トラックマンが触れてましたけど、はい、うん、黒船の子は意外とダートよりも芝の方が、そうなんですよ ね、しかも牝馬の子と、はい、牝馬ですね、はい、あの黒船の子ですけど、うん、芝の方がいいのかなと。そうですね、ね、まあ、実際ね桜花賞勝ったり、うん、まあね、札幌記念でもねラフゾーンリーグに勝ってますから、そうなんですよね、まあ、2000m でも強かったですけど、本領発揮はまあ9勝も言ってますけど当然マイルと、うん、道悪もこの馬にはいいですでしょうね、シーマザー、おそらく、はい、もう間違いないですね、間違いないですよね、道悪となったらこの馬はいいのかなと思いますよ、ね、はい、条件がなんかドンピシャリのとこばっかですね、そうなった今回はね、はい、
当然有力の一頭ですね。はい、わ、はい、かりました。続きましてファインルージュですね。このまま本命のね、あのアンドバラナルドと秋華賞でね、こう対戦して、むしろこちらの方が先着はね、うん、してますから、はい、まあ、当然このまま今の4歳世代のトップカテゴリーのね、一頭ですし、うん、東京マイルも、まあ、東京新聞杯でね、連帯しているように、そうですね、まあ、条件的にはね、いいですし、まあ、有力の一頭ではありますよね。はい、続いてソングライン。海外帰りでね、どうなのかっていうところですけど、昨年の NHK マイル2着だったり、はい、この馬も東京で放送してますんで、うん、海外帰りでね、当然 100% っていうことはないでしょうけども、ね、海外のタイトルを取っての凱旋1戦目ですからね、うん、もちろん注意はしてます。はい。16番のデゼルにも集中しました。そうですね。まぁ、あ、ちょっと大阪今回人気はないでしょうけども、うん、人気がない分、思い切って、そうです、ね。競馬すると思うんで、はい、まあ、決め手はある馬ですので、うん、まあ、道悪がどうかってのはちょっとありますけど、そうですね。はい、最後の姉妹の足を警戒ということで抑えています。はい。そして最後の三角が名将ミモザです。そうですね。僕を褒め打ったね、アンドバラナウトをね、前回任してますので、そうですね。お母さんの名将ベルがいい子出しますね。ですね。本当に。このまま出世していきましたね。そうなんですよね。うん、まあちょっと意外性という意味で、初くらいの成長力ですかね。はい。そしてですね、うん、無敗の三冠牝馬、はい、デアリングタクト。確かに評価はね、難しいんですけども、どう見ますか？悩みましたね。そうですね。はい、1年以上のね、休み明けですので、うん、はい、さすがにどうなのかな、この過程でね、G1 ですから。G1 なんですよね。はい、まあ、G2 とかだったらありました、うん、ありますけどね。以前ね、シャケトラっていうのが AJCC で、はい、長距離ですね。はい。フリエルマンを任せたんですけど、うん、まあ、これは G2 でしたけども、そうですね。G1 で、まあ、どうなのかなと、もちろんね、三冠牝馬ですから、うん、能力的にはもう言うまでもないんですけども、はい、僕の中ではちょっと一回これは、今後の自分の、そうですね。主者の参考として、はい、参考に分かります。にしました。はい、うん。1年1ヶ月ぶりなので、はい、以前ね、東海帝王がね、そうですね。あれだけでも、丸1年ぶりで勝ったわけですけど、はい、それが、東海帝王は364日ぶり。そうですね。はい、今回のデアリングタクトは、それを超える385日ぶりですので、はい、新記録ですね、もし勝てば。東海帝王は、もちろん高橋トラックマン見てたと思う、はい。いや、もう語らせたら長いですよ、この時代的に。あの有馬記念の東海帝王はどうだったんでしょう、はい、あの有馬記念の東海帝王はですね、戦前の評価です、はい、あ、言いますけどね。はい、4番人気だったんですよ。4番人気だったんですけど、はい、競馬やってる当人気見たら新聞の収集も含めて、はい、もう2桁人気に近いぐらいの扱いでしたね。全く収集なかったですし、自分も、常識的に考慮入れませんでした。1年ぶりの有馬記念ですね、はいはい。なので、はい、あの直線、はい、1番人気のビアハイデをかわしてゴールに入った瞬間、はい、僕は鳥肌が立ちました。本当に、はい、あのビデオで、はい、もうずっとね、酒を飲みながら、その100回、200回見ました。もう東海帝王の有馬記念で。かわし去る時のね、はい、2着ビアハイで、うん、岡部さんでした、はい、東海帝王の主演だった、うん、岡部さんはどう思ったんだろうなとか ね、 そういうことを考えてね、本当にね、うん、あ、長くなりましたね、すいません、はい、そういう感じだったですね。あの東海帝王ね、はい、調べたら僕ですね、うん、プラス14キロで1年ぶりのレース出てるんです。今回のデアリングタッド追い切り後 の馬体重発表が、うん、プラス32キロと、あ、まあ、おそらく、まあ、これは追い切り後なので、まだ数日ありますので、はい、まあ、プラス32キロよりも少し減って出てくるとは思うんですけども、うん、これどうでしょうかね。年齢がね、これで明け、うん、4歳とかだったら成長分とかというのもありますけど、うん、もう一応5歳ですからね、はい、成長分ではないような感じもあるから、多少やっぱり、うん、大きくは作ってあるかなと思うんですけど、うん、そうですね、普通は。ちょっと1年、うん、約1ヶ月ですか、はい、それぶりで G1 を勝つっていうのが、まあ僕がね、うん、記者になってから初めて見るかも、 G1 ですからね、やっぱね、知れませんね、はい、これは注目と、みんなね、ちょっとこの死者がね、分かれるところがあると思うんですけど、これはね、悩むと思いますよ、本当に、はい、はい、注目ではありますけど、まあ僕は抜けしました。わかりました、はい、私は白の一番です、はいはい、では、CM を挟んで注目の回目を発表したいと思います、はい、コンビニスーパーで競馬ブックプリント。では CM 開けましたので、松永 TM に回目を発表してもらいます、はいはい、まあ、本命の、うん、アンドバラナウトからの、うん、まあ、印各馬への馬連、はい、ちょっと馬単、はい、ですね。うん、今回ね、あの G1 ホースがたくさんいて、まあ人気はね、うん、あのないと思うので、はい、生まれんでもつくし、ひょっとしたらいい配当があるんじゃないかなと思って、生まれ、またで軸で絡んだかします。
了解です、はいはい、ではあとは僭越ながら私高橋豪の解明も、発表させていただきたいと思います、はい、本命はレシス・テンシア、対抗ソングライン、黒三角レイ・パパレー、以下デアリング・タクト、ソダシ、シャドウ・ディーバ、ファイン・ルージュです。私レシス・テンシア本命したんですけど、はい、まあその根拠というのが前回の高松宮記念なんですよね。この時ね、一番人気6着に負けたんですけど、これ、馬場、すごい悪い馬場で、馬場を考えると超ハイラップだと思うんで、これ失速やむなしと。ただね、レシス・テンシアがね、めちゃくちゃ強い競馬したのは、もうかなり遡りますけど、あの、阪神ジュビナイルフィリーズですよ。あの時のラップがめちゃくちゃ速くて、なんでこんなペースで逃げんだと思ったら、そのまま5馬身ちぎっちゃったんですよね。楽勝でした。はい。それからね、あの G1 とか勝ち、逃げても勝ちきれない競馬は続きましたけど、あの時ほどのペースではいけてないんですよね。抑えたのかもしれないし、あれほどのスピード乗らなかったかもしれないと。で、その形だとね、そこまで味がないんですよね。なので、前回、戦2の G1 であの競馬をしたことで、行きっぷりが戻れば持ち味を生きるかなり早い逃げが見られるんじゃないかなと。しかもジョッキー一緒ですし、前回とね、はい、それでなおかつこの中間の調教を見てると、もうビシ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 すごい調教ずっと続けてるんですよね。これ前回ちょっと太かったような気もするんで、516キロでしたね、うん、もう上積みしかないなと。なおかつもう皆さんが馬場悪くなると、大体東京、先ほどね、はい、東京戦力は差しが優勢と、しかも馬場が悪くなるとズブズブっていうのも多いと、うん、いうことみんなおっしゃってるパターンなので、逆に穴党としてはこの馬の逃げを買いやすくなると。そうですね、うん、前回の高松宮君が一番人気、からのですからね、今回は人気かなり落ちますよね、はい、他に売れる馬がいるので、うん、スプリンターと見られててマイル、またマイルで活躍したという馬はね、また古い話で恐縮ですけど、うん、ブラックホークとか、ブラックホーク、はい、まああとは普通にロードカノラって言えばいいんですけどね、うん、まあそういう馬もいますからね。ブラックホークといえばノリさんが乗ってましたけど、うん、その息子の横山武史ジョッキーがこのディスティンサーをどう操るか注目したいと思ってます、以下ね、ソングライン対抗なんですけど、ソングラインはね、昨年の NHKマイルカップで僕単勝勝負してて、よし取ったと思ったらゴール前悶絶しちゃいました。ちょっとふわっとしたのかなって感じのね、感じだったんですけどね、その後のねシュネルマイスターの活躍を見るとね、あれは強い2着だと思いますし、東京の戦力とは実際強い競馬を続けてるわけで、昨年秋富士ステークスでコバ相手に勝ってますから、はい、当然ここはいい勝負になるだろうと、うん、まあ、一頭穴でシャドウディーバーあたりが、臭いかなと。この馬もね、東京新聞杯2年続けて放送してますしね、東京戦力で。戦8なんですけど、府中牝馬ステークスも強いし、東京の重賞で結構活躍するんで、不当に人気がないような気もするんで、このまま最後に、ちょっと抑えたいかなと思ってます。以上で解明を発表させていただきました。本日の動画はここまでです。では、松坂TVもありがとうございました。ありがとうございました。